そのもう僕今大阪いて、実はパソコンで配信できる環境がないから、ほら最近仕事用の iPad 買ったって話をしたじゃない、それでやってる。っていうかさ、ラストできるんだけど、こっから神様扱いされてるらしくて、なんか入りづらいなって。あと配信はできないから、まあなんか入っても釣りするとか、一人でちょっと暇つぶしするぐらいしかできないから。なんか俺がタバコ吸ってる、え、なんでわかったの？タバコ吸ってる音してた？吸ってないです、残念。僕もね、僕みたいな人には吸っててほしいって思うけど、残念ながら、なんだろう、今から吸う理由ってさ、ないから。そうなんだよね、別に吸ったっていいんだけど、吸う理由がないんだよな、わざわざね。あとさ、まあ僕もさ、キャラクター的に吸っててほしいと思うよ、僕みたいなキャラクターには。イメージというかさ、実は吸ってて欲しいキャラクターランキング上位だよな、僕みたいな人間っていうのは。女殴っててそうとかもそうだけど、まあ女殴ってそうはぶっちゃけ僕はどうでもいいんだけど、ファンの子が悲しむからあんまりね、僕の個人配信では言うことはないかな。別に僕はいいよ、そういう偏見を持たれてたってどうでも。いつ大阪来たの？そんな野暮なことを聞かないでよ。福沢さんの質問に関しては知らないから答えられん。まあ知ってても答えないんだけど。わからん、すまんな。今日一緒にいたりとかしたらね、いや今日一緒にはいたんだけど、彼が今何をしてどこにいるかっていうのは知らない。一応もう大阪にいるってことは言っていいってスタッフさんから言われてるから。花見とかしました？僕花粉症だからさ、花見とかしてみ。終わり、迎えちゃうよ。エンディング、迎えちゃうよ。寝てたから口の中気持ち悪い。僕歯磨きするとさ、強い味、くれません？ふふふ、パイフェフフ、口から何かを出す音って聞かれるね。さすがに口なんか入れておくと聞かせてもいいんだけどね。僕歯綺麗だし、うん、歯並び綺麗だよ。うまい時矯正とかしない、てか歯医者全然痛くない。はぁ、そう、虫歯とかもなったことないんだよね。誰か俺とキスして虫歯移してくれよ。あんま人とキスしないからさ、虫歯も映んないんだよな。キスでしかもう虫歯映んないんじゃないの？虫歯菌が口の中に存在しない場合って。関節キス回し飲みする相手いないかな。やだな、なんか回し飲みする間柄の関係にいたらさ、回し飲みする人が、俺虫歯だから回し飲みできないって言ってほしいよね。なんか黙って回し飲みなんかされた日には言ってほしいな。それはさすがに引っ越してぇな。次引っ越しするときは Amazon じゃなくてオーダーメイドで机頼もうと思ってる。天板、水槽みたいな天板にしようかな。時間かかりそうだからいいや。また ASMR とかやる？いや、引っ越したらね、もうちょっと ASMR をしやすい環境にしたら、今攻め防音室の中もうパチパチパッチーのパッチリパッチーよ。今完璧すぎる部屋が。今はその10の部屋に10のものが入ってるけど、どうか完璧だ、美しいと思っていたんだけど、逆に10の部屋に8で完璧を収めることによって、そこから新しい文明ができた時にさらなる上を目指せる。完璧というのはある種そこから進化しないっていうことなんだよね。僕はなんか元々は箱にぴったり入る形を完璧と思っていたけど、違う、僕が求めていたものは完璧じゃなかった。そこからさらにステップアップできる余裕が必要。これはね、人間関係においても生活習慣においてもそう。詰まってればいいってわけじゃないんだよね。僕にとって海は太陽です。決まったな。浮き沈みが激しい太陽は決まったな。お紅茶を飲みたいですわ。あったかいお茶って美味しいね。
さすがにね、活動6年目になるともうおじさんになってきたんかもしれないけど、いやたまに家でね、わざと急須で茶菓子を食べたりしたんだけど、味があると思ってね、口なしの茶葉を飲んでたりしたんだけど、なんかね、やっぱ入れて飲むあったかいちょっと粉が残ってるようなお茶って美味しいんだよね。年取ってるんだろうな。メウなんてね、あと何年メウつってんだろうな。10年後言ってますか。僕はさ、死ぬまでこの声なの？いや、声変わりするんかね。もうないのかな。恥の多い人生を送ってきました。自分は東北の田舎に生まれましたので、汽車を初めて見たのはよほど大きくなってからで、可愛いお坊ちゃんですねといい加減のお筋を言ってもまんざらカラオセジに聞こえないぐらいの、いわば通俗の、通俗ってなんだ、誰にも分かりやすいこと、いわば通俗の可愛らしさみたいな影も、その子供の笑顔もないわけではないのだが、しかしいささかでも美醜について訓練を経てきた人なら一目見てすぐなんて嫌な子供だとすこぶる不快そうにつぶやき、毛虫でも払いのける時のような手つきでその写真を放り投げるかもしれない。いや、昔のってすごい読みにくいよな。スコブルとかも感じだし、滑舌悪い。ベロがルルルルルルル。何？今のおしっこ。みんなさ、この水をさ、いや水を注いだだけなんだけど、水を注ぐ音をさ、みんないい音いい音って言うけど、それが本当におしっこの音だった時どうするんかなって。いやだってさ、まあさすがに僕が良識のある人間だからしないけど、もし僕が愉快犯みたいな人間だったらしてるかもしれないわけじゃん。それをみんなもう今までもう6年間そのそれを騙すために、ってかもうなんなら6年間の水の音全部おしっこかもしれない可能性だってあるわけだからね。ありましたけど、おしっこの音そうじゃない音は割とわかる。だから君は占い師なんだよね。君だけは人狼を見つけることができる。ただ君にそれを証明することはできるかな。おしっこ人狼ね、もうしょうもないって。0時半に明日ライブです。やめて、僕の清純なイメージがセクハラだよ。まったく。ねえ、みんなセクハラやめてよ。水に決まってるじゃん。勘弁してよ、何にも言ってないのに。セクハラしに来てるやん、もうやめて。人が真面目にさやってんのにさ、やめてくれる？そういう目で見るの困るんだよ。困るんだよね、そういうなんか下心丸出しな目で見られるとさ。やめてね。きちい。僕のこといやらしい目で見てるでしょ。ごめん、君があまりにも魅力的だったから。それ絶対なんかであったよな。検索したらラッドウィンプス有心論、君があまりにも綺麗に泣くからが出てきた。惜しい。僕はリスナーの言葉がどっかの漫画とかの引用だと思ってるからね。もしかして配信中の椅子トイレ、なんか僕オマルに座って配信してると思ってんだ。水中毒なのかな、調べてみよう。水中毒とはめまいや頭痛、多尿頻尿、やばい、頻尿、多尿あるんかな、寝起き多尿。これは女の子でマジわかんないと思うんだけど、女の子ってさ、またこれなんかね、僕の本当真面目な話で、悪ふざけとかなしで真面目な話すると、おしっこって我慢できるのよ、すごく。で、まず、おしっこに行きたいが10とするじゃん。0からスタートしてね。で、割とね、15とか20まで耐えれちゃうのよ、おしっこ。ただ、その20をずっと耐えてると、だんだん、その20からかかる G が変わっていくの、どんどん。溜まっていくと、出る量も多くなる。なんか、出し切った後に、もう1ラウンド行くのよね。なんかもう終わったはずがまだ続く物語があるの。こういう現象って女の子はあるの？逆に僕は分かんないんだけど、男の人っていわばあのね、サイヤ人の状態だとあんまりなんかおしっこ出にくいのよ、真面目に。でずっと我慢するとなんか海洋圏100倍みたいになってくるの、だんだんね。っていうのがまあ前提にあるとして、その寝るじゃん。
で、めっちゃ寝たりしたらその間おしっこっていけないわけだから、体がもう勝手に耐えてて、起きた瞬間からサイヤ人の時があるわけ。本当にこれはそのそう、あの風立ちぬとは違って、おしっこを我慢しすぎてる状態からもう最初からサンベーだーみたいな時がある、の。これは生理現象としてね、男はね、マジで分かってくる。男はみんなあるよ。授業中寝て起きたらサイヤ人とかあるよ。そのおしっこ行きたくてとかある。いや、俺はもうこれはもう全然恥ずかしくない。これは真面目な話。そう、ライブ前トイレ行っといて、もうライブ前なんかトイレしか行かない。配信中に匂いでサイヤ人化することもある。いや、配信中トイレ行けなくなったら行くもん。頃合いでトイレ行くもん。別に行けるもん、普通にトイレ。男性は合コンになりにくいとこあるんだね。みんなおしっこの話しかせんや。何、おしっこの話しに来たん今日。やめてよ、もう。僕もそんな暇じゃないんだからさ。やめてよ、もう。勘弁してよね。アイドルはおしっこしない？おしっこしないアイドルなんかいるかって。マシュマロを出す人はいるかもしれないけど、おしっこはするだろ。マシュマロはどっから出る？背中。もうアーカイブ残すのやめようかな。理由、おしっこを話しすぎたので。まあ見れないくて悲しんでる人の見るのあんま好きじゃないんだよな。ってなると面言か、間違えたわ。ってなると公開かって言おうと思ったら、もう普通にサイコパスみたいな。眠くないの？違う、僕ね、寝ちゃって起きちゃうもんだよね。しかも明日早くないんだよ、朝が。だから暇。緊張して寝れないとかありますか？ない。ソロコンサートの時、始まる1時間前寝てたよ。爆睡かましてた控え室で。焦ってた。マネージャーが一番なんか焦ってた。え、みたいになってた。倒れてると思ったんかね。大阪観光とかするの？いや、しないよ。しないね。おしっこの話しかしてない気がする。それもう膀胱パンパンだね。取りた方がいいよ。トワイライト止まらない、時を漂うカレント、トワイライト、それでも怖いねと言い合えてるから。よし、終わるか。ありがとうね、みんな。まあ、アーカイブは普通に残します。ご安心ください。それではお疲れ様。また明日ね。動画とか上がったら楽しみにしてて。